4月27日 JA 愛媛中央お日様市港町待ってる前の駐車場で愛太陽ファーマーズマーケットが行われました。これは愛媛大学法文学部の学生と JA 愛媛中央お日様市出荷部会が共同で行うファーマーズマーケットで、今回で11回目になります。この日はお日様市に出荷しているおよそ20の農家や事業者が出店し、この日限定メニューの販売や玉ねぎの詰め放題などを行い、学生らが販売をサポートしました。生産者と消費者が直接出会えるっていうことで、その消費者の方にはその生産者の苦労や思いっていうものを届けることができて、生産者消費者の方もその実際にお話をすることができるので、すごく楽しい場となっていると思います。デコポンだったりカラマンダリンだったり、あとそのオリジナルのメニューを出してくれる生産者の方もいて、グリーンカレーを販売してくれる方だったり、あとうなぎのかば焼きを出してくれている方もいらっしゃいます。ぜひここに来たからには生産者の方と直接お話ししてもらって、どんな思いでその農産物を作っているかだったり、そのこだわりっていう部分をぜひ聞いていただきたいと思います。継続開催を目標にしているので、はい、頑張っていきたいと思います。とっても楽しいです。お客さんからね、いろんなことを教えてもらうし、私から教えることもあるしね、どうやって食べるのって聞いたりね、それも勉強になります。この日は大型連休の初日ということもあり、家族連れなどで賑わいました。来場者は生産者に調理方法を聞いたり、実際に試食したりと吟味しながら買い物を楽しんでいました。